今回紹介するのはフラット A チューニングです。これは前に紹介したフラット G チューニングと似たようなパターンなんですけれども、フラット G チューニングには一つ欠点があって、6弦を1オクターブ近く下げなきゃならないんで、そうすると弦のテンションが弱くなってベショベショした音になっちゃうんですね。でそれを少しでも和らげようということで、今回は6弦を5弦の1オクターブの A の音に下げます。そうですね。ただ、このチューニングだと4弦から1弦まではレギュラーチューニングなんで、コードを弾く場合はこの A のコードを押さえて弾かないとコードになりません。でこのまんまだとちょっと使い勝手が悪いんです。そこで登場するのが、前に紹介したこの4弦用のカポです。これを1弦から4弦までの2フレット目につけます。こうすると1弦以外は全部開放でコードが成り立つので使い勝手が良くなるわけです。そして、このチューニングパターンは、ちょっと面白い使い方ができるので、それをやってみようと思います。